なんか詳しい、なんだろうな、名前忘れちゃったんだけど、ナムコのオンラインガラポンっていうのがあって、みたいなやつがあって、それで引いたものが届いたので、ちょっと開けていきます。というわけで、今回紹介していくのは、ジャニーさんのファンパークダイナマイトレッツゴーガラポンで当たったものが発送されたので、ちょっと紹介していきます。で、まあ、もう見た感じわかるよね。悲劇です。悲劇、もう悲劇としか言わない。もうこれしかない。引いた時の動画はもう上げてあるんだけど。そう、もうこれしかない。それも概要欄に貼っとくけど、これしかない。もう何度も言うけど、これしかない。じゃあいきます。だから10回引いて全部これってことです。まあ、新章。で、一応なんだっけ、さっきも言ったけど、ランダム？そう、新章は自分で選べなくて、ランダムなので。それだけは救いかな。じゃあやっていきます。じゃあこの1枚目はダイナマイトの、これはジョングクさんですね。ジョングクさんです。で、こんな感じ。で10回引いたから全員分攻めて出て。こんな感じ。で、これが何なのかな？マルチケース。マルチケース。で、新章のマルチケースです。で、1枚目が、だからジョングクさん。で、もう分かってると思うけど、2枚目もジョングクさん。ジョングクさんでーす。で、3枚目がお、来たじゃん。あ、オラン推しの V さん入っててよかった。これ V さん入っててよかった。何度も言うけど。V さんでーす。で、裏側とか一緒、透明なやつ。入れる。で、ここ入れるだけ。マルチケースさん。で、V さんでーす。で、なんと4枚目も V さんでーす。V さんでーす。でーす。ちゃんとなんか動物みたいになってるな。うん。よく見ると、そうだね。そうだね。で、V さんでーす。で、次が J-Hope さんでーす。こんな感じ。J-Hope さんミケなの？ミケっていうか、西。うん。それは順番に並んでるってことを考えると、うん、もう嫌な予感がして。で、J-Hope さんは1枚だけ。1枚。で、続いて、シゴさんでーす。こんな感じでーす。そして、シガさんでーす。こんな感じでーす。そして、ジンさんでーす。チンポ推しのジンさんでーす。こんな感じ、オレンジでーす。で、最後が、RM さんでーす。で、なんで最後って言っちゃったかって次も、RM さんでーす。ということは、まさかのまさかのまあ、これ読みちゃおうか。置けなくなっちゃった。ジミンさんがいない。いないっす。揃ってない。揃ったように見えて揃ってない。ジミンさんだけ？ショック。じゃあ RM さん取りやすいとこある。うん。あと被ってるから。まあ J-Hope さん、J-Hope さんは、まあ開けられない。被ってんのに。そう。全種類ない。いない。お、こういう、後ろに名前が入ってて、こういう風になってて。うん、なんかマルチだけど、マスクケースみたいな。こっち側にポケットがついてる。そう。まあチケットとかも入れられるけど。っていう感じがまさかの10回引いて全部 C 賞。そう、その上揃ってない、ジミンさんだけ来ないっていうね。なんでこの辺ばっかり被ったかなって。いや、まあ、2枚ずつ。そう、2枚ずつ。危なく、これ J-Hope さんですら、ただ危なかったね。ジンさんも1枚しかないよ。J-Hope さんとジンさんが危なかったから、まあ来ただけ良かったのかもしれないけど。まあね、推しが来てたから、まあまあまあ、まあ良かったです。じゃあ今回は、そのナムコなんだっけ、タイニーターン、ファンパーク、ダイナマイト、レッツゴーガラポンです。の結果です。